もう脱ぐで、暑いで。背景言うても下しか映ってへんからあんまりわからんな。まあ。ドラえもんのことって言ったらまたいつやるんだけどさ。下やから黒っぽいからあんまりわからん。男の声入ってきてね。うん、なんか女の声。毎回船です。やっぱ後ろ座りやすくなった。うん。本当に腕伸ばしても、もう誰にもならへんと思うか。前も増えたの分かった？分かる。増えたって言うか、向こうから連れてきただけ。無敵。あ、なんかちょっとだけ見たかも。ちょっとだけ見たかも。ちょっとだけ見たっていうか、あの配信はやってなかったからようわからんかってんけど、プロフィールだけは。あ、ギリギリ100位。俺ちゃん今ギリギリ100位なんだけど、やばくない？やばくない？シュリポンは今ない。とりあえずシュリポンだけにはリスワンランキング今日は負けないように、負けないで。ギリギリ俺今100位なんだけど、俺ちゃん。やばない？やばくない？今何？今、15分か。次は30分の更新のやつでちょっと測ろうか。みんなよう知ってんな。いろんな配信者。よくそんなね、みんなあの大手配信者見てんのに、こんなね、うちのクソカサ枠にたどり着くよね。びっくりなんだけど。いや、うちが毎回毎回ね、50人500人のね、超絶配信枠やってんだったら、よっしゃい、あ、そんなとこ見てんの？あ、見ないの？それも変わってるっちゃ変わってるよね。え、でもシリポンは知らんかったじゃん、シリポン。シリポン知ってた？俺知らんかったじゃん、シリポン。あ、ニコ生のシーって感じの子よ、マジで。おーって偉そう。偉そうにした方がいいのかな。おーって偉そうかな。比較的やけど、比較的配信してるやつって総じて偉そうじゃない？なんかこう、あの、そないね、閲覧あるわけでもないのに、なんか、俺ニコ生やってるっす、みたいな。そんな脳みそ。俺ニコ生やってるっす、そうっす、みたいな。誰？みたいな。君だえ？マジで。明らかだってさ、いや別にあの、年上やから俺偉そうにするつもりもないけど、もう47歳やん。
教職し続けたおまじさんと同い年やん。な？おまじさん若いっすねって。若いんでしょって言ったら、いや、同級生ですって。ああ、第二次ベビーブーム世代が多いんかな、思いながら。ね？おばあちゃん。まあまあ、おっさん顔ではなかったかな。兄ちゃん。大変な兄ちゃんみたいな。あんたのことも若いと思ってたら、大ロシアがびっくりしちゃった。ああ、人生棒に振らないでねみたいな言い方してたけど、いやもう人生棒に振るも何も、もう日雇い派遣やってる時点で棒に振ってるようなもんだからみたいなね。人それぞれやからええやん。じゃあまあ別に大手だって人それぞれだからいいんじゃない？まあ気にしたらあかんや気にしたら。うん。まあでも、大手は、なんやろな、なんかもう投げてもらった当たり前感出てるのはちょっと辛いよな。なんかただで見てるのが悪く感じるやん、こっちも。ちょっと気が引けるない？金梅新屋町面白いけど、ただで見てたらなんかあかんのかな？あ、だから見やんねや。うん。そんな感じよね。でも、やっぱ面白いから見ちゃうのよ。面白いもん、やっぱり。やっぱ大手は大手なりに面白いよ。だって人を集めれるから、ね、お金も持ってるし、いろいろできるやん。うん。温泉旅館も行けるしやな。飲みに行ってもお金もいくらでも使えるしやな。大手はいけるやん。加算し自腹やからな。マジで。これ705円自腹やで。705円自腹やで。負けてんのにやな。705円つこて、自販機で500円回収してもう200円マイナス出んねん、これ。まあ今日花火もうてるから、まあプラス300円かもしれんけど、こう5000円負けてるからな。俺みたいな人生好きや。やめときや。しんどいで、もう。毎日毎日日雇い、体泣かしてな。日雇い派遣行って。家の家賃払うて、事務所の家賃払うて、ロイヤル FC のフランチャイズのロイヤリティ払うて、大黒町の人生払うて、人生払うて、じゃあ家賃払うて、花園町の家賃払うて、お姉ちゃんに電気ガス止まってんねんけどって言われて、電気ガス代払うて、つなげてあげて、まあ、まあ、経営者の9割9分は失敗するから。大きい会社でも倒産するのと一緒で、経営者、中小の経営者なんてね、99% が失敗するの。だから気にしてあかん。人生失敗して当たり前。チャレンジすることが大事。みんなチャレンジしやんやん。だってそもそも日雇いどころか引きこもりして働きもせえへんやつも多いしね。頑張って働いて、もうね、社畜人生で奴隷人生で終わるやつもおるし、ね。で、リストラされて、うんぬんかんぬん転職がうんぬんかんぬん言いながら日雇い派遣来るおっさんもおるし、そんなんに比べたらまだ人生失敗してるってことはチャレンジして、失敗してるんだから、それはありやと思うで。俺今までデリヘル何回も開業してるし、いろんな商売何回もやってるけど、何回も失敗してるから今工場の日雇い派遣やってんのよ。うん。気にしたら負けよ、マジで、うん。自分の人生なんだからね、チャレンジするもしないも、うん。ふわっちでキッズつって遊ぶおじさんは、動画の内容がほとんどの広告主に適してないと確認されたため、その、今後も広告が制限されるか全く表示されない状態が続きますって言われたわ。何やねん。広告つけへん言われたわ。広告つけへんねんて。どう思う？ Google よ。マジで。Google に広告つけられへん言われてんけど。どう思う？
未来のカードゴールドの宣伝が入ってたな。俺ちゃんの動画、俺ちゃんの動画、どこに未来のゴールドカードの需要があんねん。意味わからんわ。Google アホか。Google アホやな。Google ってアホやな。いやーでもね、あの、これ、俺ちゃんと同じ人生歩まん方がいいと思うよ、マジで。しんどいだけだから。これ、どっかで声かけたら入ってんのかな？俺ちゃん人生でもアホやからな、これマジで。今やり直しの途中でまた、ああいいね。そうそうそう、一緒一緒一緒。俺ちゃんもそうやから、もう今無理やから。今とりあえずはもう、あの、一旦整理して、まあフラットな状態に戻せて、またお金貯めたらまた俺ちゃんもやるけど、やるっていうか、やつやもせえへんかな。おとなしくね、人生ロスタイム歩むわ。もうしんどい。俺ちゃんって何回も失ってるから。俺ちゃんって何回も失ってるから大丈夫。46歳で、転職20回以上、雇い派遣も何回もやってるし、お店も何回もやって潰してるし、会社の代表取締役もやってるけど、潰れ、もうほとんど解散状態やし、大丈夫。大体みんな、寝んとけ寝るよって、ね、そんな、慰めのことはそんなにいらんねん。なんともなれへんから。すべて失ってしんどいけど、でもこっちは生きとんねん。なんとかならんやろ、ならんやろ、わかる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 、めっちゃわかる。なんとかならんやんな。みんな命令って、寝んとけ寝るよ。なんとかならんちゅうねん。あの、社畜根性のやつだってな、あの、そんなんわからへんから、なんか、寝んとけ寝るよ。なんとかなったらな、こんな人生歩んでへんわ、おか、お前。ちゅうねん。そうそう、ギリギリの時だ。もうギリギリ突き抜けてもらあかん時は、もういろんな手段使うてな、逮捕されても報酬得てな、こっちは必死こいてやっとんねん。マジで毎月赤字でな、それをな、台本やネタや思うてんのか知らんけどやな、めっちゃ赤字やー言うねん。それを乗り越えれる人間は、な、あの、当たった時でかいから。俺一瞬当たったから、この間までレクサス乗ってたけど、あのな、当たってもな、俺ちゃんレベルではな、続かんわ。続かんで。マジで。ちょっと銭入って、調子乗ったらもう終わりやから。当たらんよ。だって46年生きてたった1回当たって、ちょっとした、ね、財を手に入れたけど、それももうないから。ないから。誰も助けてくれへんで、言うとくけど。寝んとき寝るよ。ならねえから、マジで。あー、マジか。35か。35な。おいちゃん一番底辺は、今と、あれ、今底辺でもな、借金がないからな。700万ぐらい借金あったときは、
ほんの数年前やな。もう18で車のローン組んでからずーっと借金人生が、もう一回もプラテンすることなくずーっと借金借金借金、キャッシング、リボル払い、車のローン、借金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 で、やっと借金なくなったのが45の時やから。まだ10年早いで。マジで。俺ちゃんがそんなんやから、まあ生きてるだけ、しんどいな。生きてるだけが花やとか、生きてるだけで丸儲け、そんな思ったことない。俺毎回死にたいと思ってるから、いつも死にたいと思って生きてるから。でも死なへんからしゃあなしゃ、動いて生きてるだけやから。人間死なへんからな、マジで。みんな甘い言葉言うやろ。なんか慰めの言葉のつもりか知らんけど、そんな慰めの言葉いらんねん。それやったら金くれ。支払いしてくれ、代わりに。払えるもんだよ。どうせ払ってくれへんやろ。もうそれずーっと乗り越えて、乗り越えて、乗り越えて、笑いながら乗り越えて、ね。で、やっとこれやから。でももうないから。だ、それの、この間のあのシンガポール空港よ。あれマジで買えなくてほんまに真相やったのに、みんな笑うとって、笑うてたやろ。もう台本いいから、ネタやから、って。じゃ、ビントレさんがなんか、ちょろっと振り、あと、シュンちゃんがちょろっと入れてくれたけど、あれでめあれほんまに助かってんけど、あの、俺46歳のおっちゃんともう一人50歳ぐらいのおっちゃんがおって、二人で空港で二日間もう飲まず食わずで死にそうになって、ああ、なってて。寝たと思った？マジで？見てた？あの時マジで死にそうやったから。だからもらった瞬間、もうそのまますぐマクド行ったやろ、二人で、うん。マックモーニング食うたやろ。もうあれめっちゃもう涙が出るぐらいあったかい食べ物食べて飲み物で、もう幸せ。だって金目のもんないから空港で襲われてもう別にもう命さえ取られへんかったもう一緒やからもう殺すなら殺せ状態やったからあの時二人で。で、うちの嫁ちゃんが何やかんややってくれてお金入れてくれたからチケット買えて、帰ってこれたけど、あれまだ遅れたらまだその分食費もかかるし、大変やったんや。帰りの飛行機で実はあのチャイナ航空、あのちゃんと飯でやがんのな。乗り換えで帰ってきてんの、シドニー空港から、どこ経由やったっけ？ケアンズ経由して、日本帰ってきてんけど、あ、ちゃう。香港経由やったっけ、あれ。香港経由やった？シンガポールからやった？シンガポールで遭難してた？シンガポールからやから、シンガポールから香港経由やった？香港かな？うん。あの、機内で飯が出たのね。食べていいんすか？逆にむしろ食べていいんすかみたいな。安いやつやったの？めっちゃ安い。あの、一人4万のチケットで、もう何にもついてない。荷物も何やったら持ち込めんのっていう状態で、チャイナ航空って荷物いけんねや、思って。ピーチと一緒ってこと？あ、そんな感じ。ピーチと一緒で、ピーチも7キロのなんかこの大きさまでやったらいける。って荷物いけるみたいな。激安、格安航空会社って LCC。 そうそうそう。で、絶対飯なんかついてないわ思うたら、チキン？はビーフ？ビーフなんや。何言うてんのみたいな。いやいや違う、じゃあお前間違って、俺も、知らんふりして俺も頼んだんねん。チキンみたいな。ビーフじゃないの。で、ドリンク、ワイン、コーヒーみたいなの聞くから、ね。スパークリングワイン。普通にスパークリングワインと、ちゃんとあの、なんか飯くれんのよ。マジでかこれ。俺、後で金請求されても払わんからな。っていうか、払えんからな。とか思いながら、クビ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 ってスパークリングワインで、ガー飯食うて、クッカー寝て、で、あの、アベンジャーズかなんか見ながら、クッカー寝て。で、命からから帰ってきたの。あのだから香港行きの飛行機も香港から日本の飛行機も同じ状態でちゃんと飯も出て泣きそうなったね、おっさんと二人で。まあ席全然別やってんけど、
マジで命からがらやで。その飛行機代も結局自腹やから、まあ4万ちょっとやけどな。行ってた間の報酬も結局もらってんのないし、荒木のおっさん死ね、荒木正人死ね、そんなこんなもありながら46歳転職なんかできるわけねえ。なんか LINE はなんかブロックされてるらしい。 いや俺は連絡してへんねん、プライドがあるから。いやお前が喋りたいってなって喋ったるけど、今この動画もしこれ YouTube で見たなら、あの連絡取りたいなら取らしてあるけど、さっき金払ってから連絡取らしてあるわ、マジで。うん、他に見つけたら俺の知り合い全部突っ込ますから、そこにお前んとこ回収行かすからな、マジで。おい、お前ら荒木と半田、お前な、よかったやな。あの俺の知り合いで回収行きたやつな、いくらでもおるから、な、それが言えたらさっきあの報酬払えな。まあ俺100万でええわ、面白いのあの人も100万でよ、200万払え。そんな金ないやろうけど。あ、そのしょうもないな、あの、なんていうの、あの、人を騙すような商売すんな。な？うん。なんぼって言われても、まあそんなほんまは、報酬15万とか20万とかで、あとチケット代が5万ぐらいからええねんけど、じゃもう迷惑料込みやから、今回は。500も絶対、あ、金あったらこんなケチくさいことするかいな。オーストラリアで逮捕された時のね、罰金も払ってないし、ね、そのノートパソコンとか押収されて、それを取り戻すための金も払ってないし、今回の分もやろ。うん。まあ、俺も100、200請求したいとこやけど、あいつら金なさそうやもん。まあ、500なんて請求したってない。もうないやつから取れへんし。ないやつからいくらどんなやつを突っ込んだって取れへんから。ただもしこれをこの動画を見て反省しててやったらな、あの連絡取りたいって言うんだったら金払え、さっきマジで。生かすぞこうさ。調べるぞお前。あんま言わんとこ。俺ちゃん。え？報酬が。そう YouTube に上げたからこの動画。まあ、そんなこともありーのね。だ。まあ、日本では白のことでも、海外では黒のことがあったり、グレーなことがあったりするわけですよ、世の中って。だいろんなこともやりながら、ね。もう、あの、さっきおまわりさんに言われて、なんかこう、そんな自分の人生棒に振るようなことを言うけど、もう棒に振るような、振れへんような人生じゃないから、俺の人生なんて、所詮。マジで。だもう、あの、生きていく上では多少な危険なことはしますよ、マジで。だから、ここ書いてあるようにね、あの、これマジやから、これね。あの、日当3万円もらったらね、何でも工事長ね、何でもするよ、大概のことは。大概のことは何でもするよ。ある程度何でもするよ、マジで。ご依頼お待ちしております。日当3万円安くない？マジで。なんか海外へのなんか付き添いとか全然しますよ。俺ちゃん出川英イングリッシュやけど、オーストラリアでも通用したし、南アフリカでも通用したから、多分どこでも通用する。付き添いもするし、仕事のご依頼お待ちしております。まあ、そんな腐ったクソな人生ですよ。うん、ただやっぱ日当8000、9000ではさすがにな、もうあの支払いもできへんし、もうそんなことやってやれんが、もう多少やばいことでもするよ。あの、人殺しとか、あの、麻薬とかそういうのはあかんで。法に触れるようなことはあかんけど、もうギリギリやばいなーぐらいのことはしますよ。大体。なんでも。うん、もうそんなこと、だって今まで風俗店経営してぐらいなんか、それぐらいやっとる、やるわ、そんなもん。今何人ものお姉ちゃんが客と揉めて、な、上がったってって言われて、客のとこ行ってもらえないって自分で店やってる時も、誰もケツ持ちもいけへんねん。折れへんねんから、そもそもね。
ケツ持ちは何話書とかな、あの伏せ書とか生々しいな、南書とかやんかね。なんかことが起こったら自分で行くわけですよ。自分の店のお姉ちゃんを守りに、別にどうでも何とも思ってないのに、稼ぎもあるお姉ちゃんが揉めてくるわけ。そういちいちケツ吹きに行くな俺は。ね、そんなもんもう人殺しとか麻薬じゃなかったらもう大概のことは何でもできるよ別に。あ、お前さんに、あの同い年のお前さんに、その人生棒に振るようなことやめてくださいねって言われるけど、棒に振る振れへんような、人生歩んでまへんねんこっちは。な、じゃないとこんなね、あの生配信とか YouTube でカゴさらしてアホなこと言えめっかいな。ね、だから過疎でもこんだけやっていけるっていうのはそういうことよ。いやそらね、あの金梅みたいにねアホなことやって警察やってもうちょっとねバズってとかもあの考えるけど、あれは彼やからできたこと。後付けでやったところで、じゃああのエンチェンソーお兄ちゃんが今有名人になってるか？ここ最近捕まってるバカッタたちが有名になってるか？なってないやろ？あの辺はだから金梅は、ある意味、まあ、パイオニアというとかもあるし、ある程度は自分を守りながらやってるわけよ。周りを踏み台にしてでも。そんな中で、ね、フワッチでじゃあ何人稼げてんのっていう話よ。もう、ほんの数パーセントしか稼げないんだから。閲覧が200、300あってもね、家賃の支払いも守られない配信者がどんだけ多いか。七色ちゃんが一生懸命香川バーで働かなあかんぐらいよ。え、所詮はやっぱりお姉ちゃんたちはね、まあある意味、まあね、そこそこのことはやらなあかんしね。まあ、してや、おっさんなんかなったら誰も金くれへんねんからやな。なんか商売するか、そもそも商売してるか商売するか、なんか働き行くか。え？配信だけなんか見せてくれるのがもうほんの一握りなんだから。夢見たらあかんで。夢見さしすぎや。いまだにうなちゃんマンが、店をやっていけてんのは、あれが七不思議よね。配信会の七不思議じゃない？誰が金出してんの、あのおっさんに。マジで。だって、鶴之進くんは働いてるやん、ちゃんと。あんだけ事件を起こし、あんだけ有名になって、な、かこいさんもおるやろうに、働いてやるやん、あの子は。かたや、うなちゃんマン、どう見ても働いてへんやん。自分の店でやって、いいへんやん。でも飯食えてるとおかしくない？誰が彼を養ってんの？やっぱかっこいいさん、頭のおかしいかっこいいさん見つけたもん勝ちやで。配信会なんて。配信なんていうのは頭のおかしいかっこいいを見つけたもん勝ちだから。まあそういうことをね、理解して配信をね、これからもやっていったらいいと思いますよ。ね。ということでね。はい、そうそう、お時間やってまいりました。さーて、来週の後陣は？長年乗ってたレクサスを売っちゃいました。お金がなくなっちゃいました。さて次回は？後陣、チャリンコで長堀行く、電車賃がもったいない、ジャグラーするお金がないの3問です。じゃんけんポン。個人はご覧のスポンサーの提供